ちは、美浜ホームの広報担当今ちゃんとさっちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルではルームツアーや家のためになる情報や美浜ホームの情報などいろいろお届けしているので、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、ということで、今日紹介しますのはスキップライフ正代元町という分譲地です。スキップライフというのはですね、この分譲地コンセプトになっておりまして、スキップフロアとロフト、はい、月っていうのがこちらの分譲地の目玉商品になっております。他にもガーデンとキューブを掛け合わせた、美浜ホームオリジナルのガーブという商品だったり、ルーフテラス、2階にテラスがあるような仕様、はい、ダブル発電といってお得な商品の計4つの選べる仕様のプランがございます、はいはい、その中でも、ガーブ、ガーデンとキューブを掛け合わせたアウトドアスタイルのバルコニーですね、があるお家を紹介していきたいと思います、はい、でこちらはそのアウトドアリビングであるガーブ、はい、そして、エコカラットだったり、はい、まあ、いつもと違うキッズスペースとか、サムの口の明かり、はい、料亭のような高級トイレ、はい、気になりますね。見どころ盛りだくさんでございます最後までご覧いただければと思います。こちら、12号地のコンセプトハウスですね、はい、この前完成したばかりですよね、はい、でこちらが、土地面積が 105.30 平米、はい、の 31.85 坪、はい、で、施工面積 107.64 平米の 32.56 坪ということで、はい、こちらの、分譲地の特徴でもあるんですけれども、はい、限られた土地の中でも大きなお家を建てていこうということで、はい、土地よりも建物の方が大きい、建物になっております。でまず、こちらの、まあ、コンセプトハウスのテーマ、シックワモダンとなっております、はい、こちらの、スキップライフ正代元町は、はい、スキップフロアっていうのも、主なコンセプトではあるんですが、もう一つ、はい、和モダンっていうのを、はい、もう一つ大きなテーマに掲げてまして、はい、こちら外観見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、格子ってやっぱ和を感じさせられる、そうですね、ようなデザインとかを取り入れております、はい、黒を基調として和を融合した、最新のモダンっていうのとね、はいはい、おしゃれに仕上げております。でこちらなんですけども、はい、まあ、黒のベースというところで、うん、でちょっと黒だけだと あれなので、白いものを、アクセントとして、取り入れております、はい、で、ここの分譲地の、まあ、和モダンを感じさせられる感じさせる、一つとして、これ、はい、軒天ですね。軒天と、上のところも同じ、木を取り入れて、おしゃれに仕上げております。でこちら私のこだわりポイントなんですけれども、はい、ちょっと今冬で枯れてしまっているんですが、まあ、木もカエデという木を採用しておりまして、こちらもモミジですね、紅葉が、秋には綺麗に実ると思いますで和も感じられるかなと。でもう一つ和ポイントがですね、はい、こちらが、アクセントとして格子を、外壁に取り入れております。かっこいいですよね。かっこいいですね、はい、では早速中に、で宅配ボックスですね、じゃーん、あ、いっぱい入ってたわじゃーん行きます、はい、こちらが玄関となります。スクワモダンってあって、はい、黒と、そうですね、アクセント天井の黒と合ってて、はい、すごい素敵ですね。ありがとうございます、はい、黒を基調としております。ここは収納ですかね。そうですね、土間、はい、の玄関と同じタイルを使ってます、はい、じゃあ玄関土間でございます。まあ、汚れたものもね収納できるので便利かと思います、はい、ここ棚あるのもいいですよね。いいですね。上はちょっと汚れてるけどちょっと下に置きたくないとか、箱物とかね、はい、しまえると思います。あ、ここのアクセントクロスもとても、そうですね、ここちょっとこだわりました。そうですね、はい、和を感じられますね、はい、ここはちょっと私今ちゃんが家具と壁紙を、決めさせていただいたんですけども、はい、もうこれもネットでこれが欲しいっていうので花器を、フラワーベースを指定しまして、思い通りのスペースになりました。はい、はい、とっても素敵な空間ですね。ここにもまた収納が、はい、収納いっぱいあります。お、ここはですねポイントとして、はい、このレールが
ついてるので、はい、あの冬だったらコートかけれるし、はい、まあ、夏だったらね簡単ななんて羽織物とか 春物とかもしまえるし、うんうんうん、寒い時とか、ね、はい、2階のクローゼットまで取りに行かなくてもいい、まあ、あと掃除用具とかなんかいろんなものいろいろ便利なスペースかなと思います。ここなんですけども、はい、あのだいたいこういう壁にあるクローゼットとか収納っていうのはもうちょっと奥行きが半分くらいのものが多いんですね。この下駄箱と同じぐらいの幅のものが多いんですけども、ここはあのちょっといわゆるファミリークローゼット、今流行ってるファミリークローゼット、ファミクロっていうのをちょっと意識したので、はい、ちょっとだけ奥行きを持たしてます。なのでまあお父さんお母さんのコートから何でも入れれる収納スペースになってます、はい、帰ってきた後すぐかけれるんで。そうですね、あるだけでだいぶ違いますね。花粉症の人とかね、そうですね、わざわざ花粉持ち込まなくていいのでいいのではないかなと、はい、思います。からいろいろボタンちょっと気づいたんですけど黒色なんですね。そうなんですよ、はい、多分だいたい白があるんですけど、はい、実は黒色もあってちょっとこここだわったポイントなんですけど、まあ、クラシックはモダンっていうところで、はい、今回スイッチは黒に全部しております。こちらはちゃちゃーん、トイレですね。トイレですね、すごい素敵な、はい、ここもあの張り分けを上下でクロスしまして、はい、で床は、上の色と合わせて、で途中の収納は下の色と合わせてちょっと統一感を持たせました。結構1階のトイレはあのお客様用というか、あの来客も使うと思うので、はい、ちょっとおしゃれに仕上げました。で最初に言った、料亭のような高級トイレっていうのがあるんですが、はい、これはこれじゃないんですね。これより思っといていいですか。これは後で紹介します。はい、はい、でこちら先から見えてるんですけども、はい、玄関からスッとちょっと奥行きがあって、はい、広く見せられるような作りになってますね、はい、でこれもあの黒とシックに仕上げました、はい、でこの、ベースの壁紙もちょっと和を感じさせるような壁紙を使って、はい、可愛く仕上がったと思います。でこの階段下のスペースも収納に有効活用して、こちら可動棚ですね、はいはい、いろいろ入れられると思います。おしゃれですよね、なんか逆に、ね、おしゃれです ねいい感じに使ってます、はいはい、こちらですね新しいリクシルのパネルカラーなんですけど、めっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛いですね。めっちゃ気に入ってます。なんかホテルに来たようなね、これ個人で選べたらめっちゃいい、はい、結構リクシルさんのお風呂ってあの細部に色が決めれるんですよね。でこことか地味に黒だったり、で窓枠も黒で、でこれあのちょっと今外した危ないんで外さないんですけど、実はマグネットなんですね。で掃除がしやすいっていうこの棚も外せて、でこれも黒にしました。でここも黒にして、ちょっと全部黒にすると重たいかなと思ったので、ちょいちょい黒に白で抜け感ありつつ、うんうんうん、すごい素敵です ねドアもそうですね。なんか結構アルミのイメージ、白とかのイメージなんです。黒にすると結構急に高級感が出て、はい、引き締まった感じがして。では続いてこちらですね、はい、こちらちょっと普段と違うドアで、違いますね、取っ手がありませんね。これが取っ手なの、ね、すっきりした。はい、こちらがリビングになります。はい、リビング 17.5 畳ですね、はい、LDK 全部入れて 17.5 畳となっております。このお家の目玉が、はい、ガーブですね。あ、ガーブですね。はちょっと最後にご紹介したいかと思います。楽しみは取っていくタイプですね。ちらちら取っていくタイプ。こちらの私のこだわりポイントとしては、はい、これ照明いつもと違うと思いますか。これあの言われないとわからないかもしれないんですけど、普通のダウンライトのこの縁、はい、あ
て白なんですけど、そうですね、今回はちょっと黒をあえて選びました。へで天井も黒にしたので、はい、ちょっと融合性があって統一性があって、そうです、ね、いい感じかな。白だと結構ね目立っちゃって目立っちゃうと思うんですけど、はい、ちょっと細部までこだわりました。で、全部黒にしても良かったんですけど、はい、壁紙を、はい、でもあえてちょっと白も使って、はい、重たくなりすぎないように。で床もちょっとコウノキっていう新商品、リクシルさんの新商品の床材を使ってまして、はい、黒と合ってますよね、はい、いい感じの色だなと。こちら、キッズスペースと一応名付けているんですけれども、はい、まあ、お子様の遊ぶスペースって結構リビングに設ける方多いんですけど、今回も、キッズスペース設けました。はい、だいたいフローリングってやっぱりお子さんやからカーペットとかを最初から引く人も多いんですけど、はい、結構やっぱりお子様のスペースなんで汚れちゃうから今回はフローリングにしたそうです。であと、まあ、おもちゃとか、はい、ここちょっと床下がってるんですけど、はい、おもちゃとかがこうこっちに来ないようにちょっと段を変えてスペースを区切ってキッズスペースとして、あとここで お子さんとか見ながら腰掛けれるようにこう遊んでるのを見れるっていうのでちょっと段を変えていい感じになってると思います。いいですね。あ、いいですね。ちょうどいい。ちょうどいいですね。ここ座ってて気づいたんですけど、壁紙が千鳥柄ですね。これめっちゃ気に入ってるんですけど、よく見たら千鳥柄なんですね。でちょっと羽ばたいてるのも可愛いですね。ちょちょちょってめっちゃ気に入ってて、これ実は2回目前のモデルでも使ったことあるくらい気に入ってる壁紙です。続いてダイニングですね。はい、こっちもねいっぱいあるんですけど、最初に言ったこちらエコカラットになっております。エコカラットっていうのは触ってもらったら分かるんですけど、はい、タイルのことですね。リクシルさんの商材になるんですが、はい、ただのタイルじゃなくて、4つ性能がありまして、はい、まず、まあ、匂いですね、脱臭効果があります、はい、なのでキッチンの近くに設けて匂いを吸い取ってくれる、湿度も吸い取ってくれます。あとは汚れも取れやすい素材になっているので汚れも大丈夫。でエコカラット4つ目の機能としては、有害物質から守ってくれるっていうのがあるらしいです。なんか、はい、まあ、高機能なタイルになっております。見た目もおしゃれですよね。そうですね、はい、すごいキッチンのアクセントになって、うん、はい、エコカラット今回は採用しました、はい。で次ダイニングですね、はい、今キッチンとこう横並びっていうのが流行ってるらしいです。っていうのも動線がやっぱりキッチンと横並びなので、うん、料理が運びやすいとか、食べてる人の顔をキッチンにいても見守れるっていうのがこの間取りのいいところですね、うん。でもう一個間取りにこだわったポイントがあるんですけれども、キッチンがここからなんですね。なので来客の人とかはそのソファーに座ってても生活感がないというか、うーん、キッチンが隠れて奥に行ってるっていうのが、こだわりポイントみたいです。で、こちらキッチンですね、はい、これも黒にしました、換気扇も、はい、カップボードも、はい、全部黒で締めて、でこのキッチンパネルも今回黒にしまして、珍しいですね。そうですよね、はい、でキッチンパネルって水とか汚れとか跳ねても大丈夫なように、だいたい白が多いんですけど、今回はこだわって黒にしております。ちょっとなんかよく見るのって結構ツヤツヤした白のイメージなんですけど、なんかいい感じにこうツヤツヤすぎず、うん、なんか石調の感じですごい素敵、いいですね。ここって何センチぐらいあるんですかね。あ、ちょっとそれではメジャーで測っていきたいと思うんですけど、お、これがそう、それはミハマホームオリジナルポンポンプリン特製メジャーじゃないですか。そうなんです。契約したらもらえるやつですよね。はい、契約してくださったら漏れなくプレゼントになります。じゃあ早速測りましょう。はい、こちらで測っていきたいと思います。だいたい75ぐらい。おー、
75センチもあったらね、お鍋とか洗えていいですよね、はい、大きいお鍋2つぐらい入るんじゃないですか、ね、まな板とかもね、はい、ありますね、余裕で、はい、ちなみにここ、こことか調理スペース、はい、ここも80ぐらいありますね、あ、はい、めっちゃ広い、全然余裕ですね、いいですね、はい、まあ、メジャーがあったらこんなも測れるんだな、そうですね、いいですね、はい、こちら、はい、パントリーですね、パントリーもう絶対いりますね、いりますね、はい、こんな感じでいろんなもの入れて動線もバッチリっていう、そうですね、ここのクロスもちょっと和っぽい、あ、そうなんですよ、これもさっきの玄関と同じクロスを採用してるんですけれども、うん、シックはモダンな感じで、はい、いい感じに締まってるかなと、はい、とっても素敵ですね、でこちらですね、はい、何のスペースでしょう、これはルンバですか、ルンバもいいけど、いいけどルンバもいけそうですね、ゴミ箱スペースとして使えるかなと、で、あとこのキッチンと、はい、こちら同じ高さにしております、おで見た目もすっきり見えるし、はい、ワークトップの高さを一緒にしております、では、はい、お2階へ2階の廊下にはこちら目に飛び込む和室があります、畳スペースですね、はい、めちゃめちゃいいですよね、めちゃめちゃいいですね、2階に共有スペースとか家族の憩いの場とか、みんなのコミュニケーションの場になればなということで作られたそうです、こちらですね、リバービューなんですね、おお、じゃあ開けてみます、こうかな、ドゥン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 、川があるんですね、おお、落ち着く雰囲気ありますよね、はいで目線も合わないので人と自然感じられるかなと思います、黄昏スペース、はい、で続いて、最初に言いました料亭のような高級トイレおこちらになります、はい、じゃあでんオープン、おこちらはですね、照明をあえてダウンライトをつけず1個だけ奥にブラケットライトですね、ブラケットライトつけてるんですが、おしゃれに仕上がっております、ダウンライトなくても全然いいですね、全然いいですね、ホテルライクというか仕上がったかなと思います、なのでブラケットとかを1個つけてちょっと壁へこんでてなんか飾れるようなスペースがあったので、うん、あ、じゃあちょっとおしゃれに仕上げてみようかなということでいい感じになったかと思います、で続きましてこちら洋室ですね、はい、お、子供部屋ですか、はい、急に明るくなりましたねなった感じがしますね、はい、こちらはどんな方でも使えるような色合いにしました、 5.25 畳の洋室になっております、収納もこういった形で設けております、だいぶ入りそうですね、はい、十分な広さですね、はい、続きまして、続きまして初心室ちょっと最後に、お、つけまーす、じゃじゃーん、こちらはねちょっと新提案ですね、おヨガ部屋 5.25 畳になります、うーん、別にヨガ部屋として使わなくてもいいんですけど、なんかヨガが趣味の奥様っていう設定 で、 いいですね、ヨガ部屋を作ってました、おうち時間がより一層楽しめますね、はい、確かにクロスもグレージュで、そうですね、はい、天井を木目にしてちょっと淡いグレーで可愛らしいですね、でこの木と、はい、こちらですね、収納スペースになっております、では最後に、はい、初心室、お、すごい、この目に飛び込むこちらイサム野口の明かりという照明になります、イサム野口って知ってましたか、いや初めて聞きました、なんか彫刻家らしいんですけどなんかこれも、明かりを彫刻にしたものっていうテーマで、なんかもともと岐阜県の名産である提灯とコラボして作られた光の彫刻という、へー、素敵ですね、素敵ですよね、いい夜が迎えられそうですね、はい、そうですね、はい、でここはもう全部主寝室は真っ黒に
しました。うーん、今回もこのイサム野口を採用して温かい温泊食っていうのを取り入れて、ちょっと中泊食が寝る前に見る と、 ちょっと入眠が遅れたりとか、はい、脳が起きちゃうので、あのリラックスとか安眠っていうのが、はい、まあ、こっちの方がしやすいかなということで、はい、ちょっと提案として採用しました。ちょうど窓もあって日の光が入ってきて朝も良さそうですね。ですね、はい、ぐっすり眠れる部屋になったと思います。こちらですね、ウォークインクローゼットになります。はい、お母さんとお父さんの服をたっぷり収納できるスペースになっております。はい、で洋室は 6.5 畳になります。でこちらがベランダですね、はい、バルコニーです。はい、はい、でバルコニー手すりも木を取り揃えて、ちょっと和モダンを意識するようなベランダ手すりになっております。はい、はい、では最後にお楽しみのガーブをご案内したいと思います。お願いします。ではお楽しみのガーブのご紹介をしていきたいと思います。はい、こちらがガーブになっております。はい、ガーブはですね 4.37 畳のスペースなんですけども、はい、ガーデンとキューブを掛け合わせたアウトドアオリジナルバルコニーです。お、壁で仕切っているので、はい、外からの視界は気にしなくていいっていう作りにはなっているんですけども、はい、外の空気はもうバリバリ外にいるような感覚ですよ ね、 そうですね。プライベート空間を保ちつつもお家の中でアウトドアを楽しめるという作りになっております。外でバーベキューとかしたいですね。焚き火とかもねできるしね、はい、ですぐトイレ行こうと思ったらね家の中にトイレあるしここでテント張ってね寝ることもできます、はい、使い方は自由自在ですね、はい、そうですね。使ったらこんな感じです。こんな感じです。4人家族でバーベキューも十分できる広さだと思います。はい、で水栓もついてるのでプールとかもできますね。ここで遊んだり、はい、とコンセントも外部コンセントあるのでホットプレートとか、あーいいですね、電源物も外で使えます、はい、窓もあるんで奥さんがね料理しながら子供が遊んでる姿とか様子も伺えますね。伺えますね。で部屋が家がちょっと土地面積がね100平米なんで、30坪なんでこういうのあんまり作れないっていう思われる方も多いと思うんですけど、はい、こういうのも作りつつ十分な広さで、はいはい、アウトドアリビングができます。はい、ということで本日はスキップライフの正代元町12号地のコンセプトハウスを紹介しました。で、最初にもお伝えしたガーブですね、アウトドアリビング、エコカラットで、はい、いつもと違うキッズスペース、はい、みんなの集まる和室スペースか、ヨガ部屋、イサム野口の明かり、はい、で料亭のように高級なトイレ、はい、ということで盛りだくさんな、モデルハウスとなっております、はい、ぜひ、気になった方はですね来場予約、見学予約お問い合わせお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、今回紹介したスキップライフ正代元町の他にもたくさん魅力がございますので、概要欄のホームページか LINE からぜひ、ご来場、資料請求お待ちしております。はい、美浜ホームでは今来場予約キャンペーンを実施しております。はい、来場いただくと、デジタルギフト券3000円プレゼントしておりますので、はい、ぜひ、皆様の、お問い合わせお待ちしております。はい、お待ちしております。